アール・ブラウン・アール・ブラウンはアメリカ合衆国の作曲家。数々の新機軸のうちでも独自の学識観や図形寄付法によってほとんど一人で戦後のクラシック音楽界を活気づけた。開かれた形式の創始者として1980年代ニューヨークのダウンタウン楽派に感化を及ぼした。楽曲。 1952年12月は図形寄付法の抜本的な用法ゆえにとりわけ名高い。ブラウン作品の大半は素材が作曲されているものの演奏の順序が演奏中の指揮者や演奏者の裁量に委ねられている。しばしば音部記号が書かれないためピッチを好きなように決めることができるだけでなくページの上下を普通に読むこともあるいは回転させて読むこともできる。 どのページから始めて、どのページで終わっても良い。また、セーブ数も演奏者の任意の解釈が許されている。開かれた形式によるブラウン作品の場合、このように独譜の手順に数多くの可能性が開かれており、二度の演奏が同じことの繰り返しになることは、まずないと言って良い。ブラウン自身は、開かれた形式による自作をアレクサンダー・カルダーのモビールに関連付けている。 1952年12月は、良くも悪くもおそらく最も有名な、ブラウン作品であろう。この作品は、ホリオ・ホリオと題された曲集の一つである。様々な幅の水平線や水線ばかりが、譜面いっぱいに描かれ、楽譜というより、さながら、モンドリアンの中象画を彷彿させる。演奏家の役割は、楽譜を視覚的に捉えて、図示された情報を音楽に読み替えることである。 このように1952年12月は寄付法の歴史に画期的な局面をもたらした作品なのである。ありがとうございます。